はい、この秋地です。今日はですね、少しね頭を使いまして、これから行く林道の一番最後っていうんですかね、ちゃんと出れるかどうか最初に確認をしに来ましたところ、すごいやぶになってますね。はい、ということで、まあ、とりあえずね、ここガードレールがあって、出れるかどうかちょっと不安だったので、とりあえず最後ね出口に来ました。果たしてねここまで来れるかどうかっていう問題もあるんですけども、ではね入り口の方行ってまいろうと思います。はい、こんにちは、この元チャンネル、この秋地です。だいぶ暖かくなってきましたね。まあ朝ね、出るときはね寒いんで今革ジャン着てるんですけど、まあこれから脱ごうかなと思っているんですけど、今日ね行こうと思う林道は先ほどねちらっと見たんですけど、林道桜谷線と思われるところに行こうと思ってます。多分千葉県でよく谷って八つっていう呼ぶんですけど、ここはただの桜谷だと思うんですけども、まあ行こうと思ってます。まあちょうどね桜の季節ということもあって、まあ実際はねもう終わりなんですけどもちょうどね今週ね私体調崩してまして、リハビリを兼ねて行こうと思っております。今日は朝来る時にグロムに乗ってらっしゃる方が、動画見てますよという形で言っていただいて、本当にね、元気をいただきました。そして、14号線ですね、県道の14号線、こちらを走ってる時に前々回ね動画でお世話になった岡さんにもねお会いしてね、これから、大竹の方行くって言ったのかな、そんな感じでいろんな人に巡り会えて、なんかね嬉しい感じがしますね。ここら辺じゃないかなと思うんだけど、どこだかわかんないな。とりあえずまっすぐ行ってみましょう。この先かな、こっちかな、こっちは全然違うし、こっちは田んぼっぽいんで、行ってみます。ここは意外と短いんだけど、あれがあるんだよね、隧道があるはずなんですよ。あれね、道路自体はねしっかり、補強されてるんですけど、しばらく走った形跡がないので滑りやすいのと、木材木がねたくさん落ちてますので走りづらいですね。まだねタイヤの空気圧も抜いてないので、あれもうここか、違うよね、あやっぱここだ、早いな。で昔この上に林道標記があったんですけど、標識が今はもうなくなっちゃったみたいですね。かなりね急坂なんで、どうしようかな、ちょっともうちょっと前だけ前に行って止めようか。うわ今日ね滑るんだね、短っ。ということでね、360度カメラを動かす前にもうついてしまってた。あったあった、これだ林道。あでも意外とねこれ新しい林道の標識ですよ。なんか書いてあるのかな、いや書いてないね、何線とかも書いてないな。一応この先が多分つながってると思うんですよね。でこんなね水郷のとこ行ってる人なんてほとんどいないんで、いろいろ調べたんだけど、パパゲーノさんがちょっとね行ってたのかな、そんな感じです。これが隧道ですね、何か標識ありますね。稲荷参道開通記念って書いてありますね。ちょっとね読めないですけど、昭和7年12月25日なんで20日なのかな、それぐらいにできたということですね。意外としっかりとしてますね、これ短いですけど。この先ちょっと見てみましょうか。うわこの先ねかなり急で登り返してこれないんですけど、多分ねいやーきついかな、これ竹だねこれね、田んぼの方に出るんだよね、行けなくはないね。ここもね田んぼの方に出れるわけですね。ここまで来ればなんとかバイクで行けるんじゃないかと思うんですよね。行
けないの？これここまで出ていけなかったら最悪なんで。道はすごくしっかりしてるんですけどね。うわー、ここ行けるのか。これよかった、降りないで。ここね、道しっかりしてるからね、行けそうな気がするんだけどね。いや、ダメだね。綺麗に保存されている水道ですね。なんだろうね、これね。何かが、下水か井戸かあります。そしたら、この先へちょっと探索していきましょう。路面はね、軟弱ですね。ちょっとね、病み上がりなんで、息上がっちゃいますね。で、ここら辺からかなりやぶになります。あー、ここが崖崩れの場所かな。そうだね、崖崩れ&やぶ。道は見えなくはないけど、行くか。ちょっと待ってね、バイザー閉めて。ちょっとね、バイクで来るのは一人だと危なすぎるのでやめますけど、人間はなんとか歩けますね。いや、ダメだ、こっからは。よかった、バイクで来なくて。絶対バイクは無理だね。オフロードブーツで来てるんで歩きづらいんですよね。行けそうなんだけどやめます。はい、ということで戻ってきました。じゃあこの先ね、ちょっとね、行ってみようと思います。って言ってもね、 100m ぐらいしか行けないんですけどね、まあ、せっかくなんで、ヤブのところまで行ってこようと思います。まだこの時期だから昼は出ないと思うんだけど、それも注意しながら行ってみようと思います。はい、行きます。はい、林道桜谷線なります。いや、木々がすげえな。よし、はい、ということで終わりです。もう距離超短いですけど。はい、それではね、林道桜谷線でございました。ご視聴ありがとうございます。本当これで終わりか。次どこ行こう。